はいどうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。はい、本日も診断シリーズどっぷりやっていこうと思います。よろしくお願いします。前回は好きな色カラーを選んでね、誰も知らない本性を暴くという診断をねさせていただきまして、私靴ひものまさかの本性をね暴かれてしまいまして、 YouTube に全世界にね私靴ひもの本性を晒すと、まあそういう結果に陥ってしまったわけなんですけれども、まあ100% 図星、もう図星中の図星だったんでね、まあしゃあないっすね。何の話という方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらの動画のご視聴もよろしくお願いします。ってことでね、本日もバズフィードさんのサイトに掲載されております診断シリーズやっていきます。概要欄に URL を、載せさせていただいておりますので、よければ視聴者の皆様もやってみてください。ってことで本日の診断はこちら。動物の可愛がり方で周りからの評価がわかる診断。本当はみんななでなでしたいんだけど。ってことでね、やっていきます。どの子をなでなでする。おお、ワンワンとニャンニャンですね。あとチンチラとワンワン、あ、まだあるのか。ニャーニャーとピヨピヨですね。以上かな。悩ましいですね。まあでもせっかくなでなでするんだったら、このなでなでしたことでね、なでなでされたアニマルの方が喜んでくれる、そういうアニマルをチョイスしたいですね。やっぱり喜んでもらえると、なで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 しがいがあるってもんだと私思うんですよね。ということで、ちょっとこの眉間にシワを寄せてらっしゃるワンちゃん、ワンちゃんで、おい、どの子にチューする。にゃんにゃんとワン、このワンワンがあざといな。上目遣いでよな。あ、ハムちゃんおる。ハム。お、ミシシッピ赤耳ガメ。緑ガメですね。あとは、緑ガメにチューするか？衛生的に大丈夫なのかな？ちょっと良い子の皆さんは真似しない方がいいかもしんないです。これはあくまで診断なのでね。あとはワンちゃん、お、ウサちゃん、これウサちゃんだろう。私、ウサちゃん好きなんですよ。はい。どの子と遊ぶ？ピヨピヨとウサちゃんすでに遊んでんじゃん。お、これはあれですね。リクガメ。私ね、爬虫類？結構好きなんですよね。これ、多分、ヘルマンリクガメってやつだと思うんですよ。で、ヘルマンリクガメはね、西ヘルマンと東ヘルマンってのがいてね、西ヘルマンの方はこの甲羅の黄色の部分の発色が良くて、この黄色と黒、イエローとブラックのコントラストが非常にビューティフルだと。私のお家のね、近くに、ペットショップがあって、西ヘルマンリクガメの入荷があった時にはね、ちょっといい感じの柄の個体がないかなって見に行って、買おうかなと、思っていた時期もあったんですけれども、こちら、ヘルマンリクガメなんと、50年ほど長生きしてくれることが、あるんです。ちょっとね、
50年っていうのはちょっとそこまで覚悟ができなくてね、結局買わなかったんですけれども、こちらヘルマンリクガメ、ちょっとこの画像だけだと西ヘルマンか東ヘルマンかわかんないんですけど、これはね本当に魅力的な爬虫類なんですよ。まあいいや、次どの子と遊ぶ。あれウサちゃんだろ、これは、これはウサちゃんだろ、ヒヒンモールはウサちゃんですね。どの子をモフモフする。このニャーニャーがまたあざといな。なんだこの首の角度はな。ピヨピヨと、あ、これもこの白いワンちゃんモフモフして、もう体がモフモフだもんな。チンチラ、ちょっとなんか機嫌悪いか、顔ちょっと怖くないか。ワン、白いワンちゃんで、これモフモフですもん。どのことをモグモグタイムする。ハムスターずるいな、すでにモグモグしてんじゃん。フライング。ウサちゃん。インコも色が綺麗だな。いや、これはね、ハムちゃんでしょう。どのことをお昼寝する。うわぁ。ベイビーラビット、ワンチュ、これまたあざといなぁ。アヒルベイビー。これはですね、私はこの右のあくびしてるワンちゃん。どの子とお散歩する。ハムスターとお散歩とかできんの？ちょっと怖いよ。危なっかしいよ。え、鳥とお散歩とどういうこと？絶対隙を見て逃げてくと思うんだけど。なんだこの猫の。Y の肉球を見てくれよと言わんばかりのこの目つきは。じゃあ私はこのブラックなドッグでいきますね。あ、多趣味で好奇心旺盛な人、文化的な生活を大切にしている人だって思われています。音楽や映画について聞きたかったらきっとあなたに連絡するはず。私靴ひも、音楽や映画について連絡が来たことは一度たりともございません。ということは、ね、多趣味で好奇心旺盛な人だと思われていながら連絡が来ないということは、周りからよく思われていないということになりますかね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。俺にはね、YouTube があるからいいんだよ。では。